レリー記念研究所ってそこまで広くないからね、だいたいねワープできるのよね。さあ、あそこをねチョロチョロする。お？こっちか。いなくなったと思ったやろうな、これ。みなさんこんにちは、柚木史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間やってまいりました。さあ今夜は殺人鬼ハグプレイでやっていきましょう。さあ前回に引き続きね、こちらのパークでやっていきましょう。そしてアドンの方ね、ちょっとしょぼっちいところ2つ持っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ今回のメンバー、ペンミン2人、そしてメグちゃんフラッシュライトと、ローリちゃんツールボックス持ちとなっております。はい、さあどうかな。ファリング、あ、チェストの数1個増やす、そして運が上がるものと、まあ、宝箱漁ってるやつが1人ね増えるかもしれないと宝箱増やすやつもね、確かにたまに持ってくる生存者いるんだけど、見つけられるといいよねっていう感じだよね。一応ね、各マップに通常状態だと1個のマップではね宝箱3つはあるんだよね。地下室に1個、あとどこかしらにね2つあったりするんだけど、あとねトウモロコシ畑がある場合のマップって、トウモロコシ畑の発電機の近くに、まあ、必ず1個あるのでね、宝箱を探したいけど位置がよく分かんないよっていう方はね、そこには確実にありますので、まあ、そちらねちょっと確認していただけたらと思います。ただね、トウモロコシ畑のね宝箱漁っててもね、近く殺人鬼来てるとねやばいんだよね、音で分かっちゃうからね。地下室もね、ブギーマンとかでね宝箱漁ってるとね、地下室にねぬんと現れたりしますので、いや本当に危険なのよね。ということでね、まあ今回はハグと、前回はねブギーマンの方でね久しぶりにプレイしてね、まあなんとかやることができた。お、来た、レリー記念研究所治療シアター。ここハグとの相性抜群なのよ。多分一番ね、マッチングしちゃいけないんだよハグとは。ここハグのボーナスマップや。ここはこうね、何が強いかっていうと、その道が結構一方通行っぽいんだよね。あ、ちょ、一応ここ守っとこう。道がちょっと一方通行ではあるから、まあ、適当にね、なんかそう逃走するであろうルートとか書いておくとめちゃめちゃ強いんだよハグのね、これ分身。しかもハグの分身をこうやってね出現させることによって生存者は方向感覚を失ってしまうので、だからね逃走、なんか抜けた後な、近くいたんだな。あー、そこ抜けた、柵越えたかな。あー、こっからね。あー、なるほど、こっちにもいるぞ。なんだろう、今の発電機パンかな。ここいる、あ、いたいた。おいしょ、ペンミンちゃん、ペンミンちゃんどこ行った、しゃがんでたのかな角のとこで。あ、どこ行った。おっと、柵越えた、後ろか。あー、ただここ結構積むポイントじゃないか。あ、こっち抜けた、あ、いたいたいた、あ、いたね、いたかな。おいしょいやー、これね、ペンミンちゃんはこの子ね、まあ、芋づる式に行ってみましょうか。今回もひとまず向こうはね罠いっぱいかきまくってあると。地下室行ける、地下室難しそう、そこら辺にないかな、行けるか地下室。鉄板レア度2で地下室持っていけるとおいしいんだけど、ね、あー、ちょっと無理かもな、逃げられそうだなこのペンミンには。行けるかな、さあギリギリか、どうか、行けそう、ダメか。さあただもう一回行ってみよう。さあペンミン、すぐそこの柵越えてだね、オッケー。さあそこね、柵越えてね、強いかなと思うやん行き止まりね、そうね、足跡が残ってないとね不自然だから。さあ次こそ行ってみましょうか。どうだろうな、地下室じゃないとこ行った方がいいかな、その先か。できれば地下室だったけど、これレリー記念研究所のところ、あ、壊れてる、出入りやってるな生存者、ちょっと一旦置いとこう。フラッシュライトね聞くかそんなもん。さあメグちゃん、いた待ちか、相方をしていいぞメグちゃん。さあ逃げるんや、まあどうだろう、フェミに関しては多分担いでも逃げられそうだから、他の生存者追いかけてもいいかも。あれ、ここに来た、あれメグちゃんどこ行ったんだろう。ひとまずここ、あ、そこにある、行けるかな、ギリギリ間に合え。おいじゃ、フラッシュライトか、聞くかそんなもん向きが違うやろ、どこだ、あ、いたいた、メグちゃんだよね、さっきのメグちゃん、傷ついてるのにやるね、パーティーか、よいしょ。いや、引っかかっちゃったかなメグちゃん。そう、本当にねこのマップは柵越えがね
鍵になってくるサーフェンミー助けてもらったと。そう、あそこには罠書いてなかったからね、ひとまずここにかけて、さあこのメグちゃんはねしっかりこちらね罠をかきましてと、うん、いやフラッシュライトの救出は確かにありなんだけど、ただね向きとかが違うと全然当たんないし、それによってねこう生存者は危険な状況にさらされてしまうかもしれないと、うん、さあ行ってみましょう。まあ、大体全方向カバー罠ぐらいかけたかな。発電機、あ、中央の発電機も一応ね、うん、まあ、中央も逃走ルートになりますので一旦ここと。さあ発電機も壊して遅延させましょう。ペミンは治るかな。お、罠が作動した。じゃあ行ってみようか。行けるかな、結構遠いな。テレポート行けないか。そっち逃げたな。この先、あ、いたいた、フェンミ。こんにちは、フェンミ。さあ、適当罠が生きてくるか。この先、いいぞ。あ、メグちゃん。今救ってもらった。遅かったな、メグちゃん。さあ、適当、あ、戻ってきた。パニックってるようや。さあ、メグちゃんをね、ひとまず追い詰めるか。もう一人いたけどな、どっか行っちゃったもんね。さあ、メグちゃん。よいしょっと。あっちでもなんか、あっちの方でも罠作動させてんな。わざと作動させてんのかな。さあひとまずね、メグちゃんを連れて行きましょうか。そこだね、さっきと同じところにしよう。うん、こう結構逃げるの大変そうだったし、まあ、また全方向をね罠でカバーしておけば、ある程度離れたとしてもね生存者また手間取ると。うん、こちらと、ね、あとこちらか。うん、まあ、どうせ逃走するであろうルートにね書いておこう。これほんと大事だよね、ハグではね。で、この奥のところ書いてないからここら辺かな。うん、これでまあ大体全方向カバーできたと。よし、 OK。 よそ見に吊るされると辛いし、レリー記念研究所ってほんと胃痛なのよね。胃痛が多かったりするから。またその来たか。よし、お、フェンミンか。よいしょっと、そうはさせんよ。さあ柵越えで失敗したフェンミンと、柵越えでねこう失敗するっていう、あ、ローリーか。よいしょ、ローリー。おっと、当たんないな、ローリーちゃん。このペンミンもここかけるかな。あ、ローリーがダウン。これで2人がいけそうだ。さあ引っ掛けましょう。さあメグちゃんがそこ、ローリーがそこか。まあローリー先に引っ掛けるかな。2人かけるとこれ本当にね、今取り逃したかと思ったけどね。まあローリーがちょっと手間取ったおかげでストライクか。まああれだもんね、オブセッション状態だったからね。さあ行ってみようか。そこな。おっと、ミスっちゃったな私が。さあ行ってみましょう。ローリー、後がないぞ。板だね。だがしかし、そんな簡単にはいけないんだな。さあどこにあるかな。いやー、ストライクもねなんとか使ったけど、ローリーちゃんね。ただやっぱりね、適当罠とかね、全方向罠がね、なんとかカバーして取り逃すことはなかったと。さあ、助けてもらえたようだね、フェンミンは。フェンミンもね、担いだ状態でね、本当によく逃げられなかったなって感じ。逃げられてもおかしくなかったけどね。さあ、中央にも、近くにはいるの。一応板も壊しておくから、うん、こういうの残しておくと厄介だからね。ひとまずそうだな。罠もねちょっと書いておきたいけど、発電機もやりたいな。いないか。宝箱あさってる輩が一人ぐらいいてもおかしくないんだけど、特にいないと。よいしょ。うん、またローリア助けいけてないか。罠一個しか書いて、おいたいた、メグちゃん。お、フェンミも二人で一緒か。治療してもらったのかな。じゃあ行ってみよう。これメグちゃんもう次終わりだもんな。あー、戻ってきちゃったか。まあここまでね来ちゃった。もうちょっと離れて回復してもらえばよかったけどね。タイミング悪かったね。今回の私はウィスパーだからな。うん、まあウィスパーもね、なんやかんでね、人数が少なくなればなるほど役に立つと。さあメグちゃんが死んだのを合図に救いに行ったと。ん？いや違う、罠を発動させただけのようだね。ビビっちゃったか、テレポートしてくるって。あ、来た来た、フェミン、フェミン。さあローリーよ、ダウン。さあフェミ、フラッシュライトか、当たるかそんなもん。さあローリーじゃあ行こうか。ひとまずフェミはねこれで、おっと行くか、効きそうだ、効いたか。まあいい、これで一応やっていきましょうか。さあどっちが行きたいかな、フェミかな。まあフェミだな。うん、
まあ、ローリー、ローリー、何ちょりちょりしてんだ、ローリーちゃん。あー、二人これいけるかな、一網打尽にしたいよね。ただ、どっちかはね、回復されそうだけど、さあ、いけるか。でも、このローリーはもう後がないから、このローリーを殺せば頭数減るんだよね。まあ、ローリーは一応、威嚇であれぐらい離しておこう。うん。まあ、あれ、ほんと、深追いすると、せっかく倒したね、フェンミンが、どこだ、近いな、壁越しか。フェンミンがね、回復してもらったりする可能性があると。この先だ、ここだ、いたいた。さあ行ってみましょう、フェンミンちゃん。あ、すぐそこの服あったんだ。出入りで壊してる、これ。壊してないか。なんかね、あのローリーちゃんが出入りで壊してたっぽいんだよね、一個ぐらいね。さあ、しっかりかけましたと。さあ、このフェンミンに関しては初釣りか。いや、初釣りフェンミンはね、いいね。で、ローリーが今自己治療してるんだったら、まあ、時間食うので、あと1人が助け来るかっていうところだけど、ただ発電機がね4つ残ってしまってると。うん。さあ、こう適当罠がね、こっから生きてきますので、治療もね、逃げるかもしれないので、しっかりかけておきましょう。もう何だったらね、救いに来るときにここに引っかかるかもね。そうだね、今回発電機行けなかったのはね、結構救出行ってたのと、あとは私の遅延パークか。まあ、レア度1だからそこまでの効力はないんだけど、こう行ったか、救いに行ったか、テレポート。レディー記念研究所ってそこまで広くないからね、だいたいね、ワープできるのよね。さあ、あそこね、ちょろちょろする。お？こっちか。いなくなったと思ったやろうな、これ。私も本当はもう一人の方に行こうとしたんだけど、じゃあ戻ろっか、さっきのところね。うん、そんな遠くなかったね、現場からね。あ、近くフェンミンか。わざとかな、あのフェンミンはね。ひとまず、これでどうするかな。こっち抜けたかな、足跡が残ってる。ここら辺ちょろちょろしてそうだな。戻るか。いるよね、ここに。あ、戻ってった。さあ、それ救うの危険だな。あ、行っちゃったね、ラグっちゃったようだね。さあ、板を倒したと。さあ、どうする、フェンミン。奥行くか。奥に逃げた。こっちだな、ここか。この先戻ってないか。足跡が消えたけどね。さあ、こっからフェンミン戻ってくるかな。お、救った、ナイス。さあ、行ってみましょう。3人が怪我状態。ローリーちゃんね、残念だった。うん、私のね、これ罠と鉢合わせたローリー。でも次ローリー死んじゃうんじゃないね。だとフェンミン、なんか一人走ってきてる音がしてたけど、なんか近くで声してる。お、呪いのトーテムやっと壊したようだね。さあ、でもただこっから壊してももうね、だいぶ人数が減ってしまっているので、壊したところでって感じだよね。ここ残ってるな、血の跡がある。この先か。ここいるな。こっちに抜けたか。あー、いるね、いる。血の跡が残ってる。この先だ。ん、こっちに抜けて。ほんとレディー記念研究所って血の跡がね結構見えるので、逃げるの難しいのよね。こっちだな、ここだ、この先。あ、いたいた。そうね、こう走ったりしてね、足跡残さないのも大事なんだけど、リレー、この研究所に関してはもう本当に血の跡が命取りになりかねないと。さあ、行ってみましょう、地下室。地下室リベンジ。うん、このフェンミンだったかな、地下室ね、取り逃しちゃったんだよね一回。さあ、行ってみましょう、地下室で死亡と。さあ、これはいい感じだね。あと一人脱出するためには発電機をやらないといけないと。ただもうほんと救出ばっかりになっちゃって、生存者発電機をねつけきれなかったと。あ、近くいるな。どうだフェンミン。ん、いたいた。あれが持ってなかったんだね、アイアンウィル。アイアンウィル持ってなかったら傷ついた状態で助け行けたんだけどね。そっち行ってみようか。まあ、これほんと難しいよね。しかも多分このフェンミンに関して自己治療持ってなかったんだろうね。治療してなかったってことは。さあ、行ってみましょう。これで死亡かな。うん、最後のメンバー死亡と。はい、ということでね、もうほんとこの研究所とハグとの相性がいいと。うん、まあ、あとはやっぱ芋づる式になっちゃうのよね。他のね、農場系のマップと違って逃げる方法がやっぱ限られてくるので、その場所にね、魔法陣を書くと本当に強いと、逃げられない状況になると。はい、というような結果でございました。さあ、1人ずつね、ちゃんとしっかり吊るして殺しましたので、まあ今回も16ポイントで2ピップ手に入りました。ありがとうございます。いやー、本当にね、うん、強かったね、ハグ。
あとは呪いのトーテム壊してる人がいたのと、あとは出入り挑戦してるねローリーちゃんがいたせいで多分作業効率悪くなったんだろうね。うん、でも最初に死んでしまったメンバーだけは、まあ、5000ポイントほど、まあ、6000ポイント近かったけど、他のメンバーに関しては1万ポイントか。一応死んでしまったものの悔いはないんじゃないかなっていうところ。そしてね、私はね2万7000ポイントいただきました。ありがとうございます。いやーほんとね厄介だった。うん、まあ、ローリーちゃんストライク持ってたし、いや他のメンバーパーク持ってないじゃん。よく行けたね。もしかしたらプレステージ回しちゃって、あのパークの方がなくなっちゃったとかなのかな。うん、ランク16のメンバーに対してこのパークの揃ってなさはね本当に悲しみしかなかった。うん、いやー本当ハグ強いね。お気に入りのね殺人鬼となっております。さあ経験値アップ、あとはもう本当チュロッとしたところ取っていきましょうか。うん、こちら取って、あと3000ポイントあたりでいいかな。うん、こちら取って、お、いいね3000ポイント。うん、はい、ということでこれでハグがレベル36と、次のパーク、あー次のパークもあんまり見ないねこの心臓マークがね。これか、あーブラッドポイントのポイントを増やすってものか。これちょっと気になるのは8000ポイントの移動速度低下させるんだよね。ハグのテレポートできなくなるっていうものか。これ持ってきてるハグもいない、会ったことないかもな。これ多分リスク高いんだろうね。うん、あとはねこれ、フラッシュライトとかの、回復を早くするというものかな。一応こっちの心臓マークとかでもいいのかな。うん、これもちょっと気になるけどね。まあ、ポイントの方がちょっとないので、まあ、慎重に取っていかないといけないと。うん、はい、というようなね感じでひとまずこちらから経験チャップ取りまして、うん、あとちょっとポイントの方がねなくなってしまいましたので、またポイント試したいねハグの方も育てていきましょう。はい、ということでね本当もうちょっとでね今シーズンもランクリセット入ってしまうと。ハグに関してはねもう本当これでもなんとかいけてるなっていう感じ。うん、遅延パークで、まあ、1人か2人ぐらいとかだったかな。レア度1だったらそこまでね、なんだろう効力としては少ないんだけど、ただね1人か2人その呪われてるって気づいた場合はトーテムを探しに行くことがね多くって、そうなるとね発電機直すメンバーが減ってしまうと。うん、結構マップからマップね光のトーテム本当たった1個のトーテム見つけるの大変なのよねという感じで、まあ、今回はねなんとかいけたと。あとはハグに関してもね本当生存者を1人吊るせば、あとは芋吊る式ね絶対助けに来ますので、あとは罠を書いておくと本当に強いと。うん、前もって逃走ルートとかにそのワープ魔法陣を書けば書くほど、まあ、ワープもねしやすかったりして、まあ、生存者をやれると。うん、だからハグ使ってる殺人鬼に関してはね、まあ、前半戦の最初のちょろっとした時間、まあ、発電機2個ぐらいつくところまではもう罠書きまくるっていうこともね多いんだよね。まあ書けば書くほど本当に有利になるのでっていう感じとなっておりました。うん、あとは今回良かったねレリー記念研究所。本当私もねレリー記念研究所でハグ相手ってね本当生存確率すごい低いのよね。まあ、でも今回ね私殺人鬼視点の方でねプレイしまして、まあ、どういう感じなのかね、まあ、皆さんにお見せすることができたと。今回そこまでね罠に関してもすごい多く書くことはできなかったものの、まあ、やっぱりその柵越えの位置とかねマップを把握していなかったりすると生存者もね逃走ルートが本当に難しいと。うん、まあ、今回の生存者に関してはねやっぱりその逃走ルートが難しくって、まあ、逃げ切ることができなかったっていう感じもね、まあ、大きかったんじゃないかな。あとはやっぱり自己治療パーク持ってないとね厳しくなってくるのでね、ぜひともねこれから始めるよっていう方とかね最近始めてるっていう方はねぜひとも自己治療パークをね取ってね持って行ってください。そうじゃないと本当に切られたらね後がなくなってきますのでっていうところとなっておりました。はい、たまにはね殺人鬼の方でプレイしておりますけど、基本ね生存者プレイを私プレイしておりますので、まあ、生存者でねやっぱり脱出するの難しいとかこの殺人鬼のね対策がよく分かんないという方はね私の動画がね皆さんの参考になればと思いますのでね、そちらもねぜひともチェックしてみてください。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。
まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。